森山古墳でございます。どこら辺のかね、かゆくじゃないかね。こんなとこ入ってくるんだよ。わ、これはわからんわ。はい、つぶり山古墳、国指定、県指定、つぶり山古墳、全長8メートル、全長長42メートル、奥幅は22メートル、原室高2.45メートル、両袖式の 2.45 メートル、幅 1.7 メートル、入れるのかな、一番上がってるのは。こういうの、いや、わあ、これは大きいわ。わあ、劣化も残ってるのか。すごいすごい。ちょっと入らせてもらいます。ありがとうございます。わあ、これ底も残っとる。この辺の石も残っとるかね、ちゃんとね。これ屋根してくれとるけど、つぶり山古墳20メートルの方墳、ちょっと奥行きが分からんか。20メートルあるね。石棺が2基やね、あんねやろな。あ、これそうやな。石棺高さ 2.45 メートル、高さちょっと低いかな。今まで見た中から言うとね。これが破壊されたか。あら、破壊されてるやん。あ、なるほどね。かなり大きい石も使ってくれてるね。あら、蓋が向こうにね、押しやられてるじゃね。これもかなりね、かなり平らに削ってくれてるんだけどね。平らに削ってくれてるね。上が天井石が1枚2枚、高さが、いや、2メーター50ぐらいかな。大きな石使ってくれてるから、わあ、すごいね。やっぱりね、この石棺が2基ね、こんなことするか。ここまで線でも取れるもんやろう、中身。ああ、これ当たってるんかい。黒の跡が、石積みの黒の跡が分かりますよ。隙間にね、攻めしてくれたんでね。かなり大きい石を。これはやっぱり切り石になってるね。なってますね。ね、こっちも切り石なって、これどうやろう。やっぱり若干削ってるね。削ってますわ。蓋がものすごく魅力的だね。これこんなね、蓋が反対に落ちてるからね。こんなんですよ、蓋が。あ、見えんか。これはほんまおもろいね、これは。手前の方が見えるかというよりな、手前が。手前の石棺が手前にありの、そこに、手前にね、そこの石棺がありの、奥の方にはね、石棺の蓋がね、あんななってますよ。向こうに押し合っておりますね。で、綱掛けも見えるしね。おー、なるほど。わあ、素晴らしい。奥がどうやったんかな。もう一回見とこう。奥がちょっとわからんな。奥の石はどうなってんかね。手前は大きな石1個と2段と3段かな。こっちは3段と、まあ、3段かな。大体3段しかね。奥はどうなってんの。奥これ1枚もんかね。あら、奥は1個やで。奥は1個です。大きい石使ってくれてんねんわ。では失礼しました。
天井が、まああれは横にね、あの天井石じゃなくて、あれは二段ってことやろな。手前にすり上げしてるか、まあ二枚、天井二段や、二枚やね。で、この、現室は、天井石が二枚で、上はこっちがないやね。船頭はないんですわ、船頭は。船頭に行き、鉄管があって、おお、はい、ありがとうございました。これはちょっと思ったより良かったぞ。ね、この地場だやけどね、つぼり山古墳でございました。一辺20メーターのね、砲墳だそうです。ほんで、現実は 4.25メーター、幅が 2.2 メーターから 2.55 メーター、高さ 2.45 メーター、もっとあるような感じするんだけどね。船頭は 4.65 メーター、幅が 1.7、そんなもんかな。これ7世紀に初頓にしてはちょっと作りが荒いぞ。な、7世紀かな。はいはい、まあそんなもんやろね。 7世紀の初頓だそうです。それにしてもちょっとね、石の削り方が荒いんやけどね。はい、ありがとうございました。つぼり山古墳でございました。ありがとうございました。ついてからうろうろしとったんだけどね、一周回って入り口が分かりづらいわ、これで、ナビで刺すのが全然違うとこ刺しとるもんでね。ここなんか何にもないやろ、こう、なんもないね。これ見たらええやけどね、これあっこに看板、あの看板が気になったね。これ分からんだね。車でくるくる回ってて、こうですよ、これ。だからこっちにナビが刺すからな、この辺に刺すからさ、この人が分かっとんのにね、入り口が分からへんね、大事やったよ。はい、ありがとうございました。つぼり山古墳でございました。7世紀でございます。